はい、というわけでこんばんは、今日はですね2月11日の夜なんですけど、今日もね、糖質オフのメニューを食べながら、食レポしたいと思っております。代表と言います。よろしくお願いします。早速ですね、夕食の紹介させてもらおうと思うんですけど、今日は、糖質が、夕食に関しては 23.2g、カロリーが890キロカロリーとなっております。まあ普通の量ですかね、まあ、糖質を制限をしながらって感じなんで、まあ比較的夜は多めに食べております。はい、で3食合計、朝と昼の分も合計すると糖質が 69.9 と、これもだからアスケンでうまく調節して70以下にするっていう感じにはしてますね。で合計カロリーが2203と、まあ標準的なカロリー、アスケンで入力すると標準的なカロリーとなってます。はい、ですね、最初の糖質オフメニューはエビとアボカドのマリネ、これが糖質が 7.7g で、カロリーが254キロカロリーとなってますね。はい、前にも出たことありますけど、こちらはですね、まあ、マヨネーズが非常にかかってまして、まあ、エビがプリプリだと。あとはまあこんな感じです、見た目は。はい、後ろの方にこのサラダ菜っていうのがかかってて、はい、これがあのアボカドですね。アボカドとこのエビがめちゃくちゃねうまいんですよね。ちょっとわかりますかね、色が変わってるんですけど、アボカドと、もうなんかほんと見てるだけでほんと美味しそう。いただきます。あー、うまっ、すっごい美味しい。これめちゃくちゃうまい。アボカドがね全然苦くないんですよ。マヨネーズかかってるからちょうど濃厚と濃厚がちょっと重なり合ってめちゃくちゃ美味しいです。うん、うまっ。これなんて言ったらいいんだろうな、俺に語彙力があればって感じですけど、でも本当そうですね、もうパクパク食べちゃいますね。いつものやつですけど。美味しいです。結構、カロリーもあるんでね。まあ、結構エネルギー源としてもいいかなっていう感じですね。はい。はい。こちらがですね、こちらの、はい。決定版、作り置き帰ってすぐでき、糖質オフの痩せる楽うまレシピ350に載っております。はい。次にですね、チーズハンバーグですね、これも前回出てますけども、在庫ラスト分となってますね。糖質が 4.05g で 213kcal、 これはまあ 0.5 人分で糖質が 4.05 なんですけど、こちらはね、まあ、やっぱチーズがたくさんかかっているっていうのと、糖質がなんでこんな低いかっていうと、普通のチーズハンバーグってパン粉を使うらしいんですけど、パン粉を使ってないっていうことで糖質がぐんと下がってるっていう感じですね。はい。こちらがピーマンかな？ピーマンとミニトマト。はい。で、本体のハンバーグと一緒に食べてみます。うわ、チーズがめちゃめちゃとろとろっすね。美味しそう。よいしょ。早速いただきますね。はい、いただきます。よいしょ。うん、うまい。いや、普通のハンバーグっすよ。めちゃくちゃうまいやつ。いやー、これ食べて糖質 4g ってちょっと考えにくいんですけど、マジなんですよね。チーズってその糖質低いんで、そのチーズ自体には罪はないんですよ。糖質オフっていうことに対して、糖質制限で言うと。だから、チーズを使った料理っていうのは本当に糖質オフのメニューの中では結構おすすめのものが多いですよね。はい。これは嬉しいな。これ大人から子供までやっぱ喜べる美味しさなんでじゃないですかね。やっぱ甘くて、歯ごたえもいいし、すごく肉厚なんでね、チーズも美味しいし、うん、
すごくなんか疲れが取れますね。はい。めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。すいません、なんか。はい。あとは、いつものメンバーですね。おやつカルパスが3、これ、あ、ごめん、2個だ。今日2個でしました。おやつカルパス2個ですね。はい。あとは、キャベツと、あとは虫くんと、玉ねぎドレッシングですね。15cc です。これ結構ね、意外とお腹膨れるんですよね。そうそうそう。で、あとは、ゆで卵と、かつお節、卵豆腐と、ハーフベーコン。これ糖質が、1g のカロリーが180となってます。はい。豆乳ヨーグルトと、ペプシ玉。はい。というわけで今日の体重が 76.7kg で、2月1日から 1kg 減と。うん。まあ、まあまあまあ、普通ですね。はい、185.5kg から 108.8kg 減ということで。あ、そうそう。で、チーズハンバーグの方が、ちょっと前回も紹介しましたけど、こちらの痩せ癖がつく糖質オフの作り置き、117品、エベ先生の方に載っております。はい。で、今日ね、まあちょっと会社の研修なんかがあったりしたんですけど、まあちょっと面白いことがあって。まあ普通に何回も会ったことある同僚の方と、まあマスク越しにね、会ったりするんですけど、普通に朝おはようございますって挨拶して、普通に会話してるんですよ。ああ、あの人だなって。俺ももちろん知ってる人だから、会話してて。で、なんか会話が噛み合わないんですよ。なんか。ん?って思って。私が誰か分かってますかって聞いたら、誰ですかっていう。もう一緒に仕事してる人ですよ。もう何年も一緒に仕事してるって、たまたま半年とか1年会ってないっていうだけの人なんだけど、代表さんですかって言われて、まあそうですよ。みたいな。っていう感じがあったんですよ。やっぱ体重が100キロ違うと、やっぱり人間、わかんないもんみたいですね。うん。ちょっとそんな面白いことがあって、結構感心されて、もうちょっと僕も嬉しかったですね。はい。まあだから本当に自分自身ではあんま自覚ないんですけど、やっぱ顔の感じとかやっぱ違うんでしょうね。うん。自分はまあそういうなんか結構鈍感なんで、あんまよくわかんないんですけど。まあだから嬉しいことですよね。そうやって人が自分をこう、まあ、いい風に捉えてもらえるっていうのは、うん、今後もねちょっと頑張っていきたいなと思いますけども、はい。というわけで今日はそんなことがありながら楽しく食事をしたいと思います。今日もねまたゆっくり食べていきたいと思うんで、また明日以降もまた YouTube 投稿していきたいと思います。よかったら、チャンネル登録といいねをしていただければ助かります。はい。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。